今日はこれにします。五目風、関東風五目あんかけ飯で五目、なんか中華丼ですかねを作ろうかなと思います。できました。こんな感じですね。中華五目あんかけ飯ですかね。中華丼ですよねを作ってみました。まあ、残り野菜をいろいろと入れてみたんですけど、海鮮とか肉とか、まあまあ本当に冷蔵庫にあるやつで作ってみました。ボジョレ昨日結構飲んでだるいんでこれ食べます。そうですね、今日は金麦ラガーですね。あ、昨日夜もボジョレ飲んで結構だるいんでですね、中華丼でがっつり行きたいと思いますよ。野菜とかいろいろ入れちゃいましたけど、うまい。味しっかりしてますね、あれね。後追いでごま油をかけてるんですけど、まあ、それも効いてますし、もともこのなんていうんですか、中華丼の元の味がかなり醤油でいいですね。うん、手軽でも全然中華用の味です。これバッチリじゃないですか。なんか残り野菜とか肉とか残り野菜入れて中華丼のあの素で、中華丼の素っていうのかな、五目あんかけ飯の素を入れて、水 50g ぐらい、 50cc か入れると、いや、こういう本格的な中華になるもんですよ。うまっ。そこそこの町中華で食べるよりうまいかもしれないですよ、これ。なんだろう、うまいな。ボジョレもうちょっと余ってるんですよね。なんか料理に使おうかなと思ってますけど。じゃあ最後にエビと一緒にいきます。熱いんですよね。美味しい。ああ、今日も天気がいいっすよ。今日も緊急金曜日か。晴れてますね、今日もね。天気いいですよ。昨日ボジョレヌーボーでね、ボジョレワイン飲んだんですけどね。まあ、奥さん普段あんま酒飲まないんですけど、まあ、縁起物なんでね、年に1回なんでボジョレは飲んだ方がいいよっつって飲みましたけどね。金曜日ってね、あんまりね、なんかバーッと見てるとそこまで再生数が上がんない、週の中で金曜日は上がんないイメージなんで、そんなに本数今日は上げないでいこうかなと思ってるんですけど、あの佐藤健くんがなんか1月期ドラマやるのがぼちぼちね、朝のワイドショーなんかでもやり派で確実視されてますけど、佐藤健くんがね、幽霊役をね、やるってことじゃないですか。幽霊役って言って、昨日ね、来た視聴者の方から LINE 来て、幽霊といえば、萌音ちゃんも令和のボタンドールで幽霊の役やりましたよね、と。別に繋げたいわけじゃありません。思い出しただけですって来てたんですけど、そうだと思って、僕は繋がっちゃったんですよね。いや、また偶然だなと思って。幽霊役をやる人ってそんなに多くないじゃないですか、ドラマでね。まさか佐藤健くんが幽霊の役っていうのも、そう言われてみればモネちゃんも令和元年版怪談ボタン道路で、あの怪談話も要は落語ですよね。それの幽霊役ですよ。だからあれでこいつの前ですよね、これね。モネちゃんがやったのはおつゆっていう役ですかね。なんかゾンビメイクをしたんですね。おつゆは死んだと聞かされていた。新三郎のもとへ、ボタンドロの描かれた灯籠を持った、ボタンを描かれた灯籠を持ったおよねを従えておつゆが訪ねてくる。死んだはずではと驚く新三郎に足を見せ、触っても見せるおつゆ。すっかり信じて二日連続で招き入れる新三郎の様子を覗き見していたのが万蔵。おつゆが化け物に見えた万蔵は急いでお寺へ助けを求めに行き、いただいたお札を新三郎の家中に貼るみたいな感じなんですかね。最初おつゆの顔が半分醜いものになっていて、やがて全身がゾンビのようになっているという表現。僕これ見てないんですよ。なんだろうな、モネちゃんのボタンドールは見てないんですが、ボタンドール自体はもう子供の頃、誰だっけかな、僕が覚えてるのはお岩さん、あの四ツ谷怪談は証券がやってた家門さんを
確か証券がやってたの見たことがあるような気がするんですよね。ボタンドールは誰だったっけかな。これも、二つ比べて、二つなんか一緒にやった日があったんですよね。町の公民館で。ボタンドールの方が断然怖かったイメージがあったんですよ。まあ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 、それはいいとして。ボタンドールの話はまあいいんですよ。そういえば、竹根くんが幽霊の役をやるということで、そういえばモネちゃんもやってたなっていうところにつながった、そんな話でした。すいません。わかったって。待ってたな。帰り待ってたな、私、そんなブルンブルン振ってね。かわいい、にゃんちゃん、ほんとかわいい。あ、なんでそんなかわいいの、いつもいつも。ヒリ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 、待ってた。疲れたね、疲れたね。